ハリサイ天領仏像髄話うねめは、ゴズ天皇の記載とされる神。ナミリウネめ、ナミリサイオンとも表記。名前の由来は、ボンゴのハリに求める説がある。ゴズ天皇は、祇園少女の守護神ともされる、仏教由来の神で、日本では、行益神として維付されるとともに、神道のスサノー村と集合し、明治期の神仏分離令まで、祇園者の祭神として祀られ。 熱い尊崇を受けた神であるが、花しうねめはその後図天皇の記載であることから、須佐農村の記載であるキ稲ナダ姫とも同一視された。もともと花しうねめは、祇園社の本殿西餃子に祀られていたが、明治以後の八坂神社では、キ稲ナダ姫として、東餃子に祀られている。八大竜王の一柱で、シャカラ竜王の娘であり、また八王子神の母である、ともされている。 色ロハザル衣装の疑音では、ゴズ天皇の記載で、シャカラ・リューニとイ・い八王子ら八万四千六百五十四神が誕生した年、ホキナ伝では、年徳トク・ハナシュネメなり八チ・神母なりミ・ハハハ溶岩美麗人肉児の体なりとして包位神の、年徳神と同一視される。疑音ゴズ天皇演技では、南海のシャカラ・リューニ城に住み、コンピラ女不意のち女の二人の姉がおり、竜王の、 第3女とされている。基本。イロハーザル衣装教法8年。日之助時の写本。早稲田大学古典籍総合データベース。2011年2月12日閲覧。ギオンゴズ天皇御演技。京都大学附属図書館。2011年2月12日閲覧。ギオンゴズ天皇御演技。京都大学附属図書館。創立100周年記念公開展示会図録京都。 大学附属図書館像、ごず天皇ご演技より、ありがとうございます。